本日は波朗々として晴天なりスピリットフェアラー実況でございます。さあそれではなかなか待っても仕方ございませんので、こちらアーカイブに残させていただいております。もし万が一見た方で興味惹かれる方がいらっしゃいましたら、針金曲がるのライブをご参考にしていただければと思います。さあそれではスピリットフェアラーナンバー6先に参りましょうか。じゃあまずは再開するところから始めちゃいましょう。あ、ちなみになんですけれども、もし見ていてくれてる方がいらっしゃいましたらば、こちら音量、こちらボイスと BGM のね違いがありましたらぜひ教えていただければと思います。さあそれでは参りましょう。スピリットフェアラーナンバー6、レッツゴー。あら、こんばんはゆきとさん。あ、こんばんはそっちね、こんばんは、どうも、ごきげんよう。さあ、それでは、もろもろ、こちら、ナンバー6となりましたからには、裏でいろいろ作業させていただいております。こちらのスピリットフェアの世界観。まずね、この夜のしんしんとした BGM からスタートしております。主人公ステラ、愛病のダフォディル、そしてこちらスピリットフェアラーの乗客たちと楽しい素敵な優しい物語を紡いでいきたいと思います。さあそれでは裏でいろいろやってまいりました。まずは建築物、結構ねいろいろ裏で作業して、作業的な面はだいぶやっておきました。粉砕機、羊のかっこいい。全然大丈夫ですよ。こんばんはで全然構いません。あのね、みんなで浸透させていきましょうね。さあ、果樹園、風車小屋、などなど、いろいろ、アルバートさんのところで、作れる建築物を増やしておきました。そしてですね、他にも、こちら、ラウンジ、などなどがですね、こちらの設計図増やしておきましたので作れるようになっております。まああいにくまだストーリーはそれほど進めておりませんので、こちら作れるような素材はなかなか手に入っておりませんが、他にも改良などなどもちょいちょいあるんですけど、全然まだそこら辺も手に入っておりません。他にはですね、わかりやすいところで言いますと、はい、こちらズズズズズイズイッと、はい、警察こんばんは。はい、こちらジャバウォーキーと、そしてマッドハッターのこちらお家を作っておきましたね。高いところがね、凄まじい跳躍力を持っていましたので、高いところが好きなのかなと思って、アテルおじさんの隣に作っておきましたよ。さあそれではこちらのストーリー的にも進めることが、どんどん進めていきたいと思うんですけれども、まずはですね、ちょっとこちらをご覧いただければと思います。こちらのアルバムを開きましてですね、これだ。はい、こういう機能もあるんですね。私慌てて、前回の裏の作業中にですね、ほら今見えました、ほらこれ、なんとグエンさんの家のところでこのようにアテルおじさんが雷の時の曲を、なんでしょう、このフルートだけだとこういう風に聞こえるんですね。そう、いきなり吹いていたのでちょっと衝撃を受けてしまいましてですね、いろいろこのように、アマルヌさんこんばんは。そう、機嫌がね最高になると、これこの曲を弾いてくれるそうなんですね。ちょっとびっくりしちゃって、でこのスイッチの機能で30秒前までならなんかこういう風に録画、巻き戻して録画できるみたいだったんで、慌ててちょっと押させていただきました。なんかグエンさんの部屋のところで曲をこうねノリノリで弾いているっていうのは、なんかちょっと身につまされる部分があるなぁという、ちょっとね今の見ていただきたいな。こういうところ、こういうところがね、リアルタイムでこう見れるということで、裏の作業に関してもちょっと録画をしてですね、最終的にそれがいつ出せるかわからないんですが、編集などをしてなんかそういう載せられそうであれば、ちょっと番外編みたいな感じで載せていきたいなというところも今ちょっと画策しているところでございます。さあというわけで海図を見たいんですが、今ちょっとまあね深夜どっぷりと更けておりますので、ちょっと朝まで寝てね、ゆっくり寝て、そして皆さんお気づきでしょうか、ステラの変化に。
こちら朝起きた時にゆっくりと、はっ気づいた方いらっしゃいましたね。そうなんですよ、服の色変えることが叶いました。先ほどのね改良の時にいろいろ前回あのアリスおばさん、アリスおばさんのそう部屋にタンスを作ってくれみたいなことがあったと思うんですけど、こちらのアリスおばさんの家ちょっと行ってみましょうね。ここだったかな、ここです。ほら、あっ丸まって寝ちゃって、まあでも皆さん帽子が掛け布団みたいな、あちょっとキュッとねこうネズミ科のよくある寝方ですね。ギュギュッとギュギュッとなりますね。はい、こちらにタンスを作りました。これね、タンスを作るとですね、なんとほらステラの服着替えられるんですよ。しかもダフォデルもプリンセス、ほらかわいい、あらかわいいね。おはよう、アリスおばさん。あ、次の食事ね、もちろん考えてますよ。じゃあいろいろ作らせていただきたいと思いますんでね。じゃあ今日はね、このプリンセスカラーで行ってみたいと思います。ラグジュアリーな色ですね。さあこんな感じでいろいろあの箇所箇所変えられるみたいなので、こちら辺のねアンロックなどもみんなでちょっとね、どんなファッションがいいのか集まりましたらぜひね確かめていきたいと思います。で、ダフォディルもエバーライトの力でちょっと魔法の力で染色してるんですかね。まあ毛は痛みませんから、地肌強い子ですからね、ダフォディルもね。さあステラボさん、ぜひねこちらのポップコーンも食べてくださいね。これもね全体的にね可愛いですよね。で、アルバートさんのところからスタートさせていただきたいと思います。さあ今までちょっとありましたけれども、その裏のことも含めつつちょっとご説明させていただければと思います。まずはですね、このようにアストリッドさん河津川に行くっていうところで前回は止めさせていただいたところでございますね。こちらの果樹園を作る、こちらフライドチキンを渡すなどなどいろいろ裏で進めていたんですけれども、こちらもですねアトロジさんが前ポークチョップを渡してですね、ありがとうみたいな、ありがとうみたいな感じになったんですけれども、なんとその後に娘の話をちょっとしだしまして、そんな記憶も娘の顔すら覚えていないんだがなみたいな感じでちょっと悲しげな顔をしたアトゥルおじさんがおりましたので、ぜひちょっとそちらもですねちゃんと動画に残しておかないと、これは裏の作業もまともにできないなと思ってですね、ちょっと考えてる最中でございます。というわけでこれ海図ご覧ください。だいぶ開放しておきました。これすごい広くしちゃってね、いろいろ巡りに巡ってここら辺の方も全部開放してあります。そしてこれなんとマグロ、マグロですよ、マグロ。ここでね釣りができるんですけど、この釣りがもう引きが強すぎて全く釣れる気配が見えない。いずれねこれも改良できたらこのマグロいずれ釣りに行きたいと思います。あとこちらですね、流れ着いた手紙にですね、私は今迷子になっているっていう方がいらっしゃいました。それはやばいなっていうので早めにこれをちょっと助けに行かなければと思って行ったんですけども、いやお前じゃない、河津川にいる私の姉を呼んでこいみたいな感じで言われたので、ちょっとここも止まっているさなかでございますね。というわけでまずはこの河津川目指していきたいと思います。それでは河津川へレッツゴー。さあ他にもですね、この海賊だいぶ広がりを見せたんですけれども、極力ストーリーに関係なさそうだなというところの島に関しては先にちょっとちょちょちょいっと巡らせていただきました。その結果ですね、まあありがたいことにこれストーリー進まなそうだなっていうのと、まだ仲間にならなそうだなっていうのが大量におりましたので、こちらの川津が進んでからここら辺も合わせて皆さんと進めていきたいと思います。そしてね、ここなんですけど、青い領海線が見えると思うんですよ。これですね、厚めの氷が張られておりまして前に進めなかったり、あとこちら側にもちょんと線があるんですけど、ここもねすごい黒い岩礁地帯みたいな感じになっていて、ここも先に進めないなっていう風になっておりました。これもアンロックしていけば船をどんどん改良していけば
先に進めそうになるので、これも合わせて皆さんとちょっと進んでいきたい、これ見ていきたいと思いますね。そうです、ここら辺は完璧に流氷地帯になっておりました。でですね、私先ほどこちらでですね、アルバートさんのところでバチコンとこちらの選手にですね、アイスブレイカーなるものをですね作っておきました。だからね、川津川行った後、ほらちょっとだけ鉄っぽくなってるでしょ、下がです。ここでね、ちょっとそこも進んでいこうかなと思いつつですね、まずは皆さんと一緒にここはストーリーを進ませていただきたい。ちょっと涙を飲んで先に進むのやめておきました。それではこの木箱、何入ってるかな、玉の出会いね。はい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 、コーヒー、あ、コーヒーの種なくなったんでありがたいです。ちょうど切らしていたんですよ。それではここもお宝が見つかりました。では奥が、おっと、はい、石灰石を手に入れた。さあ、おっと、他にもお宝ザクザクですね。いい感じです。あ、いいですね。この海面にダフォディルの紫色がなかなか映えて、とても良い感じではないでしょうか。おっと、アトリさん、いいもん、毎度のごとく腹が減ったな。ちょいと船を降りて木の実を集めてきたのだが、ちょいと積みすぎた。さすがアトリさん、余っとるのだ、俺、化けてやる。あ、素敵な父よ、ボボヤージイチゴ、あ、ありがとうございますね、ダフォディル映えですよね。映えてるんですね、映え。いやー、こういう風にいろいろね、皆さん拾ってください。お、ちょっといいかな、何か食べるもの持ってきたい。あー、そうですよね、ごめんなさいごめんなさい。じゃあ、粗食と言われる客さん、どうでしょう。そうですね、よし、皆さんのね、機嫌を最大限素敵な後悔にしていただきたいと思います。さあ、こちらスピリットフェアの世界観、何度やってもね、ずっと羊もすごい勢いで毛を生え散らかしております。生え散らかすというのも変な言い方です。私のハサミは世界一。はい、ありがとう。羊毛もね、結構使う機会がどんどん増えてまいりましたので、このね、ジャバオーキーとマッドハッタもいろいろもっともっともぐもぐ食べてもらって、わさわさ生やしていただきたいと思いますね。さあ、それでは雨が降ってまいりましたね。雨が降るということはちょっといい感じの魚が釣れるということ。そう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 、マルスさん、羊ちゃんもね、寝床ができたんですよ。ですので、皆さん、素敵な寝床で、素敵な夢を見られて。ワンスワンス、おっと、お、あ、グリムの瓶でしたね。お、なんだ、あ、これは、クォーツドラゴンのところに差し掛かったようでございます。では、久しぶりにクォーツドラゴンも皆様の前で、ちょっとね、優しく、破砕していきたいと思いますね。さ、サマさん、サマさん、あとでね、渡すものがあるんだ。その前にこのクォーツドラゴン作ってあげましょう。ちなみにこのクォーツドラゴン、なぜここに出てきているのかなどがちょっと不思議ね、みたいなサマさんがおっしゃいましたよ。もしかしてこれは私たちと同じようなこの生態をしているのであるが、スピリットフェアラーとしてオボルを持っていて乗客の資格を持っていないという、そんなかわいそうな魂たちの集合体とかがこのようなクォーツドラゴンとして存在しているのではないかなどとちょっとね、頭を巡らしておりました。最終的にはどのようなクォーツドラゴン正体だったのか教えてくれると思いますよ。まずはこのクォーツドラゴン、悲しそうに語りかけにめいた感じのオーラを出しておりますので救ってあげたいと思います。さあ、こちらも目やりがひどくないかい、目に取ってあげて。さあ、慣れたもんです。もう何体のクォーツドラゴンを救ったことでしょうか。ほっほっよっほっよっ、おーい、よっこいしょ、いいね、いいね。この時の音楽もね、ちょっともしかしたらアトリさんが弾いてるのか、フルートの音楽で緊迫感を演出しております。さあ、どうぞ行こう。さあ、クォーツドラゴン来てくれ、君のその汚れを払ってあげよう。あと私はスピリットフェアラー、魂の乗客だね。ああ、いい感じですね。ああ、素晴らしい、ありがとうございますね。何を言うしてるんでしょう。
ろいろとありがとうステラ。じゃあね、クロストラボ。まだ困ったことがあったら言ってくれよ。ワクワクする音楽ですよね。あ、お腹すいてる。お腹すくの早いね。じゃあラズベリー。はい。いやーよかった、クロストラボ救えたよ。しようそう。ね、このサマさん、変温動物の体になってしまっておりますが、今は大丈夫なんでしょうか。だいぶ寒くなってまいりました。冬眠状態に入らなければいけません。ね、いろいろね、危機感とか迫らされますけど、やっぱそういうのも含めて、これの楽しさにつながっているのではないでしょうかね。ちょっとやっぱ童話めいた世界観となっているので、どうしても怖いよっていうことがあったりします。お、これは雷雲ですね。ではここで、じゃあ面白い感じでバシバシにビッキビキに効いた音楽奏でちゃってよ。大丈夫、エヴァーライトの力がお前を守ってくれる。やってみるか。そう来なくてはな、雷の下に立つだけでよい。さあそれじゃあ頼むぜ。フルートの音楽に合わせて雷鳴をよく。だいぶ集まりましたね。もう雷のビグラス瓶がいくつ集まっちゃってるのか。ちょっとアイテム見てみましょう。わあ、137個。これはちょっと持ちすぎだな。さあ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 、そうだそうだ、サマーさんにね、宝石を渡す機会がありました。新しい宝石手に入ったんですよ。サマーさーん、サマさん、いた、サマさん、またスマホなんだ。ここアメジスト、渡してなかったよね。わーわー、アメジストね、素敵な贈り物だわ。アメジストは癒しをもたらす天然石なの。ふんわん、感情の起伏、悪夢といった苦悩を和らげてくれる効果があるのよ。チャクラを整える効果もあるわ。お、何影ですか、あなた。特に第7のチャクラをね。おお、鬼門投稿的なことですね。瞑想室、依頼を進めた。この宝石があれば私のキャビネットは完成するわ。マネさん、アメジスト、2月の誕生石ですね。さすがお詳しい。癒しの石、なるほどね。さあそれでチャクラ量をアップするんでしょうか。オロチマルさん、欲しがりそうな石ですね。いやいや、ああ、エヴァーライトというね、光を持ったステラが。ステラ、予定にはなかったんだけど、あなたに大事なことを教えておきたい。次の授業では船から離れないといけない。なんだと、ギューザに地平線を見渡せる崖があるらしい。私たちの教室に行ってつけた。出発する準備ができたら教えてちょうだい。おっと、なんということでしょうか。トゥルおじさんかと思いきや、次はサマーさんの旅立ちが。ああ、ギュウ山に向かう。ほう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 。
ほほ。はあ、では、はい。河津島に、河津川に行った後は、牛山に向かってみたいと思いますね。らら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 ら、サマさんはね、悪い夢を、クオーツドラゴンの夢を見てしまうと。ちょっとあまり語られていないところではありましたけれども、どんなことを教えてくれるのでしょうか。さあ、では今、手紙が届きましたね。いつも間違っちゃう。ちょっと、予期せぬところからの、ちょっと、フックが飛んできたので、視覚から撃たれた感じですね。おぉ、はい。あなたの友人、マリソンです。実は本日をもって退職することになりました。私からの手紙はこれで最後になります。ですが、ご心配には及びません。フィドラの社員は常識破りなサービスを提供しようとしています。このミステリーボックスが大人気になると言われました。何が入ってるかはお楽しみです。あら、マディソンさん。おー、ご通も送ってくる。なんだこれ。牛乳。貯蔵庫で発酵させてヨーグルトにできる。あーはあ。おーほう。なるほど、わかりました。いろいろ。ことほどかようにストーリーが進みそうな予感がしますので、どんどん進めていきたいと思います。まずはアストリッドさんの旦那さんがいるであろうという情報が与えられている河津川へまずは進んでいきましょう。さあ、このエバーライトの力、夜になると弱まってしまい、船が航行できなくなってしまいます。それでは皆さん、良い夢を見てくださいね。さあ、朝を迎えました。どんな夢を見れたんでしょうか。ダモデル・ステラ、新しいお洋服、新しい色で、ちょっと変わった夢が見えたんじゃないかな。さあ、それでは、ちょっとね、下足らずになってしまいましたけど、動揺をひた隠し、どんどんスピリットフェアラゴは進んでいきます。サマーさんのあの曲がもう聴けなくなってしまうでしょうか。自分で奏でるしかなくなってしまいますね。さあ、それでは間もなく河津川へ到着いたします。よーそろー、河津川を発見。着きました、河津川。さて、こちらアストリッドさんの旦那さん、こちらにいるんでしょうか。出会いがあれば別れがある。それがスピリットフェアラーの世界観です。これは言うなれば死後の世界、素敵な桃源郷の世界観。どんな出会いを待ち構えているんでしょうか。さあ、進んでいきましょう。探してみよう。あれ、この香り、彼がつけてる香水のような気がする。邪行と何かが入り混じったこの特有の香り。間違いない、ついさっきまでここにいたんだ。ダメ男の疑いがある旦那かな。お嬢ちゃん、急いで聞いて回ろう。そうですね、どんどん聞いていきましょう。ああ、ここもね、ああここも稲作が発達しているようでございますね。ドルガバドルチ&ガッバーナってやつですね。さあ、ちょっとドルガバの匂いしたやつここで見なかった。そう、ジョバンニって言うんだけど、その名前言わないでくれ。そいつは私の結婚式を台無しに仕掛けた。1ヶ月前にここに来てね。キザなやつだよ。自分が一番だと思ってる。妻が正気を取り戻して、わお、そういうこと？誘惑したってこと？おお、ダメだね、それは。あの男はこの土地の気候が気に入らなかったらしい。いなくなってせいせいして、ああ、いなくなっちゃったんだ。まあでも、とんでもない野郎というのは、どんどん伝わってきますね。隠れてんじゃないの？この辺に。おお、上に上に例のフクロウのオブジェがありましたよ。これはあのエバードアで私を迎えてくれたこのフクロウではございませんか。ああ、とにかくアストリッドさん、この島から出ちゃったみたいだ。どうしようか。さあ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 、一足遅かったか。うんうん、ステラ、ごめん、私は、ああ、もう、もうたくさんだ。
これ以上は時間の無駄だ。あのろくでなしを探すのはもうやめた。幸せになんかなってほしくない。あいつのくだらない冗談や愚痴なんて聞きたくもない。あいつの香水でむせ返るなんてもううんつざりだ。あいつが私に浴びせる褒め言葉なんて聞きたくもない。ライオンのたてがみのようになめく髪なんて見たくも見たくも。船に戻ろうか、お嬢ちゃん。見たいんだな。そうだな、惚れた晴れたね。草津の湯にも直せやしないんだからね。いやいや、お医者様にね、ぜひ欲しいものですよ。惚れた晴れたをどうにかできる薬。そしたらね、私の針金曲がりのチャンネルも、もうチャンネル登録者、もう増大、再生数もうバンバン上がっちゃって、すごいことになっちゃうんだから。そのね、不純な動機でそんな薬求めるのやめましょう。どうもこんにちは。そう、皆さん、挨拶から始まりますよ。これから私は、おっと、新しい乗客の人だ。ジョガンニさんじゃないよね。あは。あは。あ、絶妙なタイミングだ。手伝ってくれる人を探してるんだ。その人当てるの良さそうな顔から察するに、君は困ってる人を放っておけないタイプだみたいな。あは。この伝統的な木版画の5枚セットを全て集めたくてね。後ろ時代に刷られたもので極めて貴重な木版画なんだ。4枚は見つけたんだけど最後の1枚が見つからなくてね。この村にあるのは間違いないんだ。村で店を営むセオドアが最近までその木版画を持っていたという確かな情報を得たからね。お、タヌキチ、ここにもいるんだ。でもセオドアはその存在すら認めようとしないんだ。全く腹立たしい男だ、アライグマ。いや、タヌキチやろうか。はは。どっちでもいい。とにかく君の助けがあれば、その可愛らしい笑顔と物腰の柔らかさがあれば、君ならきっと最後の一枚のありかを聞き出せるはずさ。その一枚さえ手に入れば、木版画のコレクションは完成する。頼んだよ、お嬢さん。楽しみにしてるよ。なるほど、新しい祝い。川津川さん、5家。なるほど。おっと、ここにアイテムあるね。拾えたな。あ、これは、こっちですね。おい、タヌキチ、どこにいるな。おお、観光客だ。世界に有名な川津川ツアーにようこそ。ツアーは間もなく始まります。所要時間は約5分で、この町の豊かな歴史を解説します。その後は、この地の様々な逸話をお教えします。ツアーに参加すれば、物知りになれますよ。いかがですか？物知りになるの大好き。早速ツアーを始めましょう。川津川からご挨拶。力強い印でしょ。いいんでしょ。何世代にもわたって悪霊を追い払い、この島が守られるよう建てられました。たまに帰り道、この御神木へ立ち寄る島民たちを見かけます。亡くした兄弟や病気のお子さん、過去の恋人たちを思い出しているのでしょう。まれに御神木が人に話しかけるという言い伝えがあります。この島の文化的豊かさを伝えるエピソードです。私自身は大切な誰かを失った経験はありません。私のことは自分勝手で他人を顧みないやつだという方もいます。ま、このツアーを続けられさえすればどうでもいいことですが。強いね、あなた。これでもツアーになりません。早い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 。どうしたどうした。早い早い早い。距離を保ってください。あ、そう。でも。はい、ごめんなさい。はい、距離保ちまーす。はい、どう。早いね。活気あふれる街なのは、ラクーン商会のお店があるおかげです。タヌキチ商会。くそー。最高級の素材や商品しか取り扱ってません。それからこの街で商売を営んでるのは、ラクーン商会だけなんです。専売特許ってやつですね。セオドア・ラクーンが創業したラクーン商会は、経済発展を牽引しています。ちょっと面白いのが、ラクーン商会に入った人は、法的に名前をセオドアに変えなきゃいけないんです。創業者を称えるためだと思います。いわば献身の証ですね。私はラクーン商会で買い物しないんかーい。服や家具は自分で作れますから、今のは余計な話でしたね。まあ多少なりとも新たな仕事の役に立つはずですよ。しないんかーい。落ち着いてください、落ち着いてください。おいおいおい、早くしろ。さて、この祠は最高級の金属のみを作って建てられました。イニシエのガーディアンタワーの廃を通じて、これらの祠は過去の物語を後世に伝えています。イニシエのガーディアンタワーの廃、おー、あー、なんか昔のフードの人たちをですね、オブジェクションしてるわけですからね。
知らないんかーい。この人さ大丈夫かな、ツアー要員かな。ねえ、気にしてるのソーシャルディスタンスだけですもんね。でも大丈夫、スピリットフェアの世界にはこんな流行り病なんてありませんよ。忘れっぽいですが、この方からの目的は覚えています。教訓を示しているんですよ。伝統を忘れるなという重みのある言葉ですね。ツアーは以上になります。君君ちゃんとツアリングしてくれた。河津川ツアーにご参加いただきありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。それではお気をつけて。ツアーを楽しんでいただけたならお心付けをお願いします。50グリムでいかがでしょうか。まあそうだね、なんか渋々の渋だよ。やはり学びの心をお持ちでしたか。私の解説を熱心に聞いてくださり、君の足の速さに50グリムだよ。はい、あ、消えた。あいつ大丈夫かな、これやっていけるかな。はい、こちらオボルを払えば、これが手に入るというやつですね。僕オボルもう3つも持っちゃってるから。お、新しい能力、滑空。空中で B を流しすると滑空できる。素晴らしい、ゲットしましょう。さあ皆さん、ライティング注意です。皆さん、光の点滅に弱い人は気をつけてくださいね。ステラとダホデルのグランドクロスがスタートしますよ。さあ来い、エヴァーライトに新しい力を。あー、素晴らしい光の力を得ることができました。滑空の技能を手に入れた。空中で B を流しすると滑空できる。あーと、夢と魔法にあふれてる滑空の仕方、いいですね。この帽子のデカさはこのためにあった。素晴らしい、分かってますよ。これこれだ、これもんだ。わおー、いいね。どこまでも高く、そして優雅に。おっと、着きました。家に帰りたくないよ、ここにいる方が楽しい。僕の家に泊まりたいなら大歓迎だよ。鍵をあげる。ドアが引っかかって開かないなら力強く引っ張ってみて。立て付けが悪いんだ、この景色をずっと眺めていたい。なるほど、川津川の家の鍵をゲットした。いい景色ですよね。まるで後ろもね、なんか水墨画のようなパステルカラー、まるでね、富岳36景を思わせるような、そんな素敵なカラーに。ああ、なるほどね。これは普通では登れなかったところを偶然にもたどり着くことができたようです。田んぼに肥料を与え続けないといけない。ずっとかかりきりだよ。マンゴーを食べながら夕日を眺めてたい。僕ね、マンゴーをね、生のまま食べたことがないんですよ。どんな味するの。あまり文化的にね、こう 生フルーツをね、生果実を食べることがあまりなくてですね。あ、そんなこと言ってないで。ね、タヌキチ、おい、ちょっとお前木版が持ってるって話聞いてるぞ。挨拶いいですね、こんにちは。先行ってしまった。おい、タヌキチ。はぁ、ねえ、パラシュート的な力を手に入れましたよ。これで行けるとこがどんどん広がりました。こんにちは、お客さん。カタログはお気に召さなかったのかな。何か特別なアイテムをお探しで。へい、えいよ、木版がですね。はい、どうも、大崎さん、森に伝えておくれましたね。素敵なお森どんどん作っちゃってくださいね。今度 お伺いすることもあると思いますので。なるほど、そうですか。大事にしまったと思ったらいろんな人が探しに来られるので驚きですよ。最初は知ったかぶりのとても無礼なやつでした。しかも何でもかんでも握ろうとする。そいつにもお考えのことは教えませんでしたよ。顔にガラクタを売りつくってやりました。マジで本当にこの人タヌキチだな。いや、すごい失礼だけど、タヌキチしてますね。次に現れたのは大きなセイウチのようなご婦人です。失礼だな、もう。木版が売るように強く迫ってきました。それで値段を釣り上げやろうと思ったんですが、向こうから驚くような金額を提示してきました。ガルゴ夫人、間違いありません。とんでもない見えっぱりですね。私の分かるのはこれくらいです。木版がについてはお力になりませんが、またいつでも商品を見にいらっしゃください。なるほどね、
依頼を進めた河津川さん5系。なるほどなるほど。あ、これはフランシスさんに売るために取ったのかな。ああ豚肉売ってんじゃん。ちょうどちょうだい、ありたにちょうだい。ドキドキュン。種もみ、種もみも欲しいな。20個、15個ぐらいもあると思うかな。ネギ、リンゴもないな。果樹園を作んないとな、私は。ネギも家庭も10個ぐらいね。はい、いっぱい手に入った。イヒヒヒ。嬉しかろうよ、嬉しかろう、そりゃ。なんか言ってないかな。綺麗な音聞こえないし。さあ、やっぱりタヌキはダメだな。あの子ったらどこに行ったの？あちこちさん、あ、マンゴーか、マンゴーかな。おお、なるほどね。どっか行っちゃったんだ。見つけたら行っときましょう。なんかアイテムないかな。特にここにもないみたいですね。そいつツワしてたやつじゃないか。大丈夫。君のこと。シスは暮らしてる。あ、君ツワ。ちょっと、あれだったみたいよ。あはん、あはん、おお、戻ったね。最後の木簡が手に入れられたかい？え、すでに誰かが購入してた。あはん、そんな、まさか。待てよ、もしかして競合の美術品収集家がいなかった？セイウチみたいな体型の女性が？あはん、はん、やはりそうか。彼女に違いない。あはん、憎たらしいやつだ。あの浅はかで傲慢で人を見切る詐欺師め。詐欺師、詐欺師だと。驚くことに自分をコレクターと自称した。何も収集していないのに、私を困らせるためだけに木版画を落札したに違いない。収集品のことを話さなければよかった。面の皮が厚いやつだ。だが私は決して諦めないぞ。あの昭和の女は隠れている。そう、君から隠れている。理由はよくわからないが、新民のスピリットフェアラがやってきた知らせを聞いた彼女はゴキブリのように一文さんに逃げ出したのが長いな。好都合だ。そうだ、君はスピリットフェアラーだから、私が知らない情報を話してくれた。彼女は口を滑らせて隠れ家の場所を話したことがあった。座標マイナス150、150に隠れ住んでいるはずだ。行ってみてくれないか。彼女に会ったらこの人形を見せてくれ。すぐに気づくはずさ。わかるはずさ、その意味が。これかい、気にしないでくれ。セオドアからもらったガラクタだから。陶器の人形をゲットした。売らないように気をつけよう。じゃあ、それではその座標に行かなければいけませんね。多分これ、鍵もらったやつだね。開けちゃおう、道具取っちゃおう。アイテムゲッチュー。グリミーの瓶、台を手に入れた。天の種を2つゲット。さあ、それではどんどん意見とか増えてきてますね。蒸し暑いって言ったら罰金を取るべきじゃないか。いくら？蒸し暑い、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 蒸し暑い。さあ、手問題です。私も何度蒸し暑いと言ったでしょうか。正解は私もわかりません。あ、そう、この人だ。そう、漂流していた人。そうなんです、そうなんです、見つけたんですね。あれを探してくれって。あ、ああ、何回もあれか、何回も漂流してる感じ。あれ、日光浴してたろ。だってただの板の上に乗ってる。9回、じゃあ9回ってことにしておきましょう。あなたが真実を語ってくるならこれを弟に渡してくれる。それを見たらさすがの弟も目を覚ますかもしれないし。サイモンの姉からの手紙をゲットした。依頼を進めた流木。おーと、いろいろ素敵なミッションが進んでおりますね。では牛山はちょっと覚悟が必要ではないかと思われますので、まずはそうですね、新しい技を取ったところは裏で、あの鉱山ね、鉱山でこの滑空を使える場所ありましたので、それは裏の方で録画させていただいて番外編で出させていただければと思います。さあ、それではまずはどこから行きましょうか。手紙のこと言ってた。質素な住居。あ、オルガから。あ、そしてアルバートからも手紙を届きましたよ。なんでしょう、なんでしょう。オルガからは、ジョバンニの情報がいろいろ寄せられるのが分かっていますけれども。
オルガというのはあれですね、アストリッドの親友の大きなウミガメでございます。タートルですね。ウミガメはタートルでございます。リクガメがトータスでございますね。オルガからの手紙、正面にアストリッドへと書かれている。開けてみましょう。アストリッドへ、良い知らせよ。ようやく信憑性の高い情報を得られたわ。妹のマーシェに話を聞いたんだけど、あなたの元夫の行方を知ってるみたい。妹に会って話を聞いてみるといいわ、オルガ。ブリューン。アルバートからの手紙、正面に特別キャンペーンと書かれている。エアドラフト。おお。お客様、現在特別キャンペーン実施中です。新開発の装置を同封しました。当社の新ブランド、ファンタキュラーシリーズの製品です。その名もエアドラフト。空高く飛び上がる気持ちよさをご堪能ください。アルバート、今後ともご贔屓のほど。ダジャレが寒い人ですね、アルバートさん。おー、へー、何それ、作れるようになったってこと？どういうこと、どういうこと？エアドラフト、空高く飛べるようになる。なんてことでしょう。ネビュラ織物12個。ネビュラをまだね、取れないんですよ。ですんで、アストリッドさんは寝ちゃってるな。まあ、とりあえず私も寝ちゃいましょう。まずはアストリッドさんにオルガさんの手紙のことを教えて、牛山は最後に迎えたいと思いますので、あとはその、マイナス150、150の座標を目指して、そこにある隠れ潜んでいる、セイウチのような女性、まあ多分セイウチなんでしょうけれども、その方に会って陶器の人形ガラクタを押し付けたいと思いますよ。その後に流木をありますのでそちらに向かって、その弟に、はい、帰ってらっしゃいっていう風に言わなきゃいけませんね。まず目指すべきはマイナス150、そしてプラスの150、こちらですね。あ、なるほど。これでアイスブレイカーを手に入れておかなければここの座標にはいけませんということでしたね。では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 、どれが一番近いかな。まず近いの牛山なんだよな。やだな。いや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 、ちょっと後にしましょう。オルガさんの話を聞いてるから、まずはね、マイナス150、そしてプラス150の座標目指してみましょう。これアイスブレイカーの威力を今見せる。さあ参りましょう。アイスブレイカーね、必殺技っぽく言ってみてね。アストリッドさん、オルガさんからちょっと、あ、起こされたのか。おはよう、みんな、いい天気だよ。スピリットフェアいつでも波にロロと。あー、お腹空いてる。食べて食べて、これ食べて、だね、よかった。どう？覚えある？ああ、話すことできないな。おー、じゃあちょっと、そのね、おっと、おー、流氷を轟音とともに抜けることが叶ったようでございます。さあ、新たな海域へレッツゴー。いやー、おはようございます。しみにまみれた生活。サム、ローズは私にいっぱい食べたし、愛情を思い出させてくれた。意図したものではなかったけど、私の目を開いてくれたのよ。私は持っていたものすべてを、そして今まで稼いだ汚い金をすべて遠く離れた土地を再出発した。そこで私は自然の中に隠された歌声に耳を傾けた。ステラ、耳を澄ませてごらんなさい。植物が語りかけてくれる声が聞こえるでしょう。植物が好きなもの、植物が求めるもの、植物が愛するものが伝わってくるはず。これを生態力学農業と呼ぶ人もいるけど、私にとっては宇宙の歌を聴いている気分よ。幻想的。私は森の中に小さな家を作った。そしてついに答えが返ってきた。花に木に鳥に生命力が満ち溢れ始めた。毒の力を借りていたところよりもずっと強く、夏至の頃には丘は鮮やかな緑に包まれた。その時よ、
私が彼女に結婚を申し込んだのは。おじいちゃんだったの？んどういうこと？んどうせ？んどういうこと？おばあちゃんじゃない？おじいちゃん、ごめん。間違ってた。ごめんね、ごめんね。おお、ちょっと待って待って待って。あ、ちょっと、後で、あの、木箱は回収するから。あ、鳴らしちゃった。あ、ちょっと待って。やることいっぱいだ。もう、忙しいぜ。オルガからまた手紙が来たそうじゃないか。マーシャって、彼女の妹だよ。確かにマーシャならジョバニの居場所を知ってるかもしれない。やれやれ。よし、彼女に会いに行こう。ああ、ストリートさん。なんていうか、変わってるんだ。私たちは、決して友達と言えるような関係じゃなくてね。それを相当好きだ。メッセージを伝えてくれてありがとう。あなたは本当にいいね。ああ、もう。ちょっとどんどん進んじゃってるな。依頼を進めた質素な住居。オルガの妹マーシャを見つけた。オルガからアストリッド宛ての手紙が届いた。内容はアストリッドが好きそうな家のことで、謎のジョバンニって人に関する情報はまだつかめてないみたい。まずはマーシャか。あー、フライドチキンね。ちょっと待ってね。あー、どうしたの？お腹減ってる？うん、あげるあげる。うー、忙しい。あー、忙しい。あ、ちょっと待って。うん、これどう？うーん、どう、よかったよかった。さあ、着きました。マイナス150-150のスーザンの博物館を発見。いやー、まあ LGBT もね、昨今じゃ全く問題なく認められている世界観でございますので、そこら辺も、全く私も問題としておりません。おばあちゃんだとしても、ね、女性同士だとしても、何でしょう、おもんばかり合えることができればそれで全ていいのではないでしょうか。と、これはパイプオルガン？届くか？届いた！おっと、なかなかのぶとい吐息が聞こえます。あっ、袋。おお、すごい、すごい、機敏。機敏だ。むちゃくちゃでかい。まったく、最高だわ。スピリットフェアラーが来た。うん。アイナバラの真ん中にか。この神に見せられて言わばい。エンロハルドルやってきて。眼下の殺風景の断崖絶壁と壊れたはしごを見て。なんで魅力的なの？歓迎されてるに違いない。とでも思ったんでしょ。まあもう逃げ隠れもできないわね。自己紹介するわ。へん。名も知らないスピリットフェアラー。まあ、知りたくもないけど、私はコレクター。スーザンとも呼ばれてる。唯物論的な傲慢性ゆえに神々は私に残酷ないたずらをしたのよ。私は好きでコレクターをやってるわけじゃない、義務だからやってるの。この世界の鍵のある恵みを際限なく奪っていくうちに、ために貯めたガラクタの山が史上最大のゴム捨て場に匹敵すると気づくはず。私の仕事はその不条理な行為をよりくだらないもので報いること。皮肉だと思わない？私の前任者たちはガラクタの山を支配代金として要求してきたわ。使い道はわからないけど。でも仕事の説明書にはそんなこと書かれてなかった。それで私はあなたが持ってるガラクタに一切興味がない。しかるべき時が来たらあんたに集めた膨大な数のガラクタを私に見せて、そして無意味な報酬を受けたが、立ち去ってる。すぐにね。それとゴミは持ち帰ってね。すごい。傲慢。傲慢そのもの。傲慢。怠惰。陶器の人形。あ、これね。これを、そうか、これを渡すものだったのか。なるほど。では、あげましょう。これなんで、なんであなたが持ってくるものだと、これは見にくいものばっかりなの。目だけじゃなくここまで汚れそうだわ。待って、これ見覚えがある。え、まさか最初から気づくべきだった。あいつに頼まれたのね。そうでしょう、あの船舶で唯物論的で上辺だけの知識をひけらかすあいつよ。なんか荒れ地の魔女。あいつに言われてきたんでしょ。なんて陰険でひねくれたやつ、ね、貴重な毛管がをなくしたからって怒ってるんでしょ。まあ二度と手にすることはないでしょうけど、これにこれで禁欲主義になればいいのよ。このバカみたいにくだらないものに対するあんたの報酬は。
うっそ。ありえない。残酷なの。わかったわ。持って行って。モカンが持って、口だけなのにバカなのに戻りますか。とにかく、用が済んだらさっさと消えて。木版画を手に入れた川津川さん5件依頼を進めました。いやすごいな、何かが引っかかったんでしょうね。彼女の記憶に何か精通するものを渡すことができた。アラウンドザワールからのリフティング。ではもう一個渡してみましょう。なぜか拾えたこのとても精巧な服、ブラックベリーの服。行ってみよう。はいはいはい、渡せない。はい、たらたら、うん、なんて面白いのかしら。新しいガラクタを収集し始めるなんて、今回は魚ってわけで、匂いはひどいし、見た目もギロッとすくでも近いずに笑顔ないですし、あの視点外はあなたにコレクション完成させるのは無理でしょうか。小魚ってすべてつかみにくいのよね。ヘマタイト、あら、いいわね、あなたいいわね、いろいろくれるのね。おうおお、どうぞ、私はダイヤモンドだと、なんだと、待て待て、これ以来以外をどんどん渡していけと。なるほどなるほど、私終わることが可能だったというわけですな。シトリン、はい、光る一瞬のかけらはね、なんで素晴らしい。まだまだ一日は長いわ。私に捕まってちゃダメよスピリットフェアは。あなたのやることは2つ、宝石と魂を見つけること。ところでスピリットフェアとかいうふざけた名前はそもそも誰が考えたの。響きは悪いし、私の名前とは大違い。私はスーザン。なんて言ったってスーザンよ、スーザン。コレクター、スーザン。すごくいいわ。嫌いじゃないな、このキャラクター。この種類ごとに渡せるものが変わってくるわけだね。オッケー、ヘマタイと思ってるし、オパールも持ってる。シトリンも渡せる。どんどん渡していこう。あらあら、しかるしゅう大好きな人がやってきたもんね。見た目が気に入ったってどこかしら。生き物を慰み物にしてるわけだ。なるほどね、引き止める気がないわ。さっさと行きなさい。古い絵画を手に入れた。高く売れるんだこれが。いやいやいや、どんどん渡せちゃうな、やばいな。今までの作業が実っていく瞬間ですね。一人、うん、渡しよう。なんで渡しちゃうよ。なんて素晴らしいの。貴重な宝石をほぼ全て略奪してしまうなんて、この世界はなんてラッキーなんでしょう。ああ、偉大なる破壊者、我々に道を示したな。すごいわね、全く君はもう見通とうしないじゃない。これを受け取ってさっさと消えなさい。古いカーペットを手に入れた。さあ、どんどん渡す。どんどん渡しちゃうよ。粉砕機の改良だ。粉砕機の改良すら持っていない。なんてこと。次の星、いや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 、いろいろ渡せるものがあったみたいですね。作っておくもんだな。いやー、こういう風に渡すためにもいろいろ作っておかなきゃいけないんですね。これを合わせてちょっとね、番外編に残しておきましょう。お待たせダフォディル、ごめんね、跳躍力とかね。ここまで吐息が聞こえ、最高。いやー、こういう場合もあるんですね。ここに来て収集物をコレクションするという遊びもあるみたいです。これは楽しそうだな、いろいろやってみたいと思いますね。ではまずは、収集物、こちらの収集物をあの膝っぽい人に渡しに行きましょう。おっと、おっと、マグロありますね。ごめんごめん、早く行くからね。よし、じゃあ、川津川で新しい乗客をゲッチュ。さあ、夕焼けに虹が。あー、鶏肉、鶏肉もうちょっと待ってちょうだいね。フライドチキン、すぐ作るからね。いやー、流氷も流れて、ちょっと涼やかな感じがしますね。ではちょっと、収穫をしない。いいキャラしてたよね、このスーザンさん。わかりやすいですよね、ああいうふうにこう、なんだろう、あの、M和さん的な感じの。スピリットフェアラーじゃなくて、スピリチュアルカウンセラー的なね、オーラ的なあれの人とかね。そうやって、程よく
なんかどうにっていうか程よくうさんくさくて私嫌いじゃないですよ。だいたいそういう人って最終的にはなんかこっちにきついことを言いつつちょっとなびいた感じに見せてくれるっていうね。彼ら彼女らもこうなるぞって思ってなったんではないですね。ならざるを得ずねそうなったという可能性もなきにしもあらずでございますので、私宗教法人に関しては何も言わないようにしております。おっと寒い、この寒さ、これ表じゃどうなってるんだ。いやもうダイヤモンドダスティーですね。氷の綿どころなんだ。いやー寒々としておりますが、なんでしょう、それでもなんか不浄な感じがしないというか、一切の不浄が生きることを許されない世界って、この音と愛も許されてもいいんじゃないでしょうか。遠くで遠雷が鳴いております。ねえ寒そうですよねこれね。さてと、もう寒々としたところで夜を迎えました。皆さんがそれぞれ私の作った部屋で暖かく過ごしていらっしゃることを願って。仰いでるね、寒いの。では次はそれを届けて、おそらく新しい乗客の方が来てくださることを期待してですね。そしてそして、マーシャさんのところ、そのアストイットさんの元旦那のジョバンニの妹のマーシャさんのところに行くという、とても何でしょう、こうお使い極まった感じではございますが、これがこのゲーム本懐でございます。さあ着きました、河津川。船が動くうちにいろいろなストーリーを皆さんと一緒に目の当たりにしていきたいと思います。ここら辺はね、温暖な気候、稲作もこちらね盛んでございますから、それなりにちゃんとした気候でございましょう。ちょっと寒いとこじゃないとね、稲作もなかなか難しいところでございますが、ほい。さあ滑空が使える機会はいつ来るんでしょうか、うん、あなた家に戻ってない、大丈夫、ぶん殴られちゃうよ。よっしゃよっしゃよっしゃ。さあちょっとキザな収集家さん持ってきたよ、木版が。はい、あは、おかえり。おや、その手に持ってるものもしや、ステラ、本当にありがとう。あの昭和の女の手から木版が取り返してくれよって、実に素晴らしい度胸があるね。私の収集活動に君がいかに貢献してくれるかを証明したね。はいや、私たちのと言うべきかな。もう決めたよ。この島に私が求めるものはもう何もない。だから君のために参加するよ。もちろん乗客としてね。乗組員としてじゃないよ。あの大きさの船な、立派な画廊を。さあ、早く船に向かおう。やったー、依頼を達成。河津川さん、ご計を進めた。新しい乗客の方はどんな風体で現れてるんでしょうか。見た感じちょっとなんか猛禽類、鷹のようなことシャープな感じが、鳥っぽい感じでした。おお、新しい乗客どのような感じになるんでしょうかね。これでハゲワシとかだったらウケるんですけどね。よし早速チカチカチェックですよ。赤いチカチカチェックが始まりますよ。画家なんですかね、収集家、コレクター、素晴らしい怪獣だ。大丈夫、私ならできる。少し痛むかもしれないが、いやかなり痛いかも。あ、よかった来てくれたね。苦痛は伴わないよね。わかった、いまいち信用できないけど他に選択肢はないからね。さあ、赤いチカチカチェック。これは細い、あは、細フクロウだ、細いフクロウだった。痛いのってことはな、なんてことはなかった。
意外だったな。それじゃあ早速始めよう。おっとこれは失礼、つい興奮してしまって、自己紹介も忘れてしまうとは。無礼を詫びるよ。私はグスタ。理由はわからないが、君を以前から知ってるような気がしてならないんだ。とにかくこの島で君と出会えてよかったよ。私と共に偉業を成し遂げよう。この世界は素晴らしいもの、不快なもの、そして芸術に満ちている。ステラ、神々は人間に偉大な想像力を与えてくれた。美と畏敬で魂を昇華させることが人間に課せられた厳粛な使命だ。私の決意は固いぞ。人生の集大成となる最高の展示会を開くつもりだ。ぜひ君に手伝ってほしい。きっと壮大なものになるぞ。そうだ、まずは報酬を渡すぞ。私はただのバキさせるようなケチな人間ではないよ。おぼれを手に入れた。あー、このフクロウさんだいぶ細身の。ちなみにね、フクロウと似たものとしてミミズクというものがおりますけれども、あれですね、皆さんご存知、ポケットモンスターの夜のズクみたいな感じのね。ちなみにフクロウとミミズクの違いというのは、こちらの耳っぽい羽があるかどうか、尾翼だって地翼みたいなのがね、あるかどうかが違いらしい。そうなんですね。ちなみにこの方はあんまりフクロウっぽい細さではないんですけど、ああ寝てる、ああ夜の鳥なのに寝てる。はい、新しい乗客をゲットすることができました。この方とはどんな物語を紡ぐことができるんでしょうか。さあさあさあ、夜になりましたね。今ちょうど1時間がたたんとしておりますね。それではもうちょっと先に進めたいところではありますが、もしかしたらサマーさんとの授業があるかもしれませんので、ちょっと時間を見て近場ということで牛山に向かわせていただきたいと思います。サマーさんの授業はどんなことを教えてくれるんでしょうか。おっと、なんてつまらない。ステラ、船は実に素晴らしいんだけど、この船首だ、スペースの無駄がすぎる。船首像で明るくしてみたらどうだろう。船大工がいれば力になってくれるはずだ。新しい依頼、純金細工。さてどこから始めようか。展示に取り掛かる前にいくつか準備が必要だ。つまり展示品を適切に搬入できる体制を整えるんだ。まずはこの船に必要な設備をリストアップしていく。木工作業を行う施設はあるかな。例えば製材所とか。それがあれば様々な構築物を構築できる。建造物を構築できる。建築で構造物を建築できる。あるのかい。よろしい。織り機があれば衣類やキャンバスを作れるはずだ。この船に織り機はあるか。ああそれはよかった。鋳造所と金属加工工具にもたくさんの使い道がある。要件を満たしてもあるから完全に機能する鋳造所があるのか。君の船は本当に設備が充実してるね、ステラ。さて艦長の仕事に不可欠なもの。艦長だと。こいつ風太か。さて艦長の仕事に不可欠なものといえば有限武器か。学者仲間や収集家仲間との文通は仕事に欠かせないからね。郵便局はもう作ってや。それはよかった。ふむ、いくつかの項目はまだ未チェックのままだ。あとは君に任せるよ。いいデザインしてるな。茶色の裏地に赤。展示会の準備。フータも来たか。そうか、ゾウが来たらやばいな。エクセルだよ。選手にね、素敵なオブジェクション。おはようございます、アリソバさん。いやー、いろいろ作んなきゃいけないみたいだな。純金細工、船を改良して選手場を取り付ける。あー、いろいろ改良する余地が増えてきたということですね。あー、じゃあまずは牛山に向かいましょう。
はちょっと行きがてら、行きがけの立ち。立てられるものが増えているのかな。君は、ふうたくんは自分の部屋よりも展示系をどうにか主体的なあれなんだね。その根性たくましいな、すごい。鋳造所の改良にもネビュラがいるんですね。乗客の方にネビュラをね、どうにか採取できるような人がいらっしゃるんでしょうかね。アッシュな木材、亜鉛のインゴット、ないんですね。綿織物、鉄のインゴット、これは作れそうですね。綿織物がないかな。アマしかないので、アマと羊しかないのでね。あとはこれは作り、そっか、ここの改良を済ませてるから、サマーさんがちょっとお別れの言葉を言うような、そんなサムシングになってるわけだ。あー、なるほどね。でも作れちゃうんだもん、仕方ないよね。あー、わかりました。ある程度ちょっと無理な部分があるようで、もうちょっとでたどり着くそうですね。ね、あつ森かですよ、あつ森か。まあね、動物さんたちがね、たくさん集まる場所でございますので、いざやいざやあつ森かしていただければ全くもってこちらとしては問題ないと思いますよ。コーヒーを入れて、グエンさんが好きだったコーヒーいつでもたくさん用意しておきたいからね。コーヒー作ろうかな。あ、どうしたん、お腹空いてる。もしかして、あー、なんかそんな気した。じゃあ俺のことだ。オッケー。ちょっともうちょっと待ってね、マッシュルもうちょっと待って、ポンと自然と調和を進めた。なんだ自然と調和。サマーさん、不当でサマー、不当でサマーと話す。今はまだ持ってないか。さあ参りましょう。サマさん、どんなこと教えてくれるのかな。ああ、お腹空いてるの。ああ、じゃあじゃあ一回デザート食べて食べて。じゃあ行きましょう。食べながらでいいから聞いてくれ、サマさん。僕は蛇が苦手なんだ。でもサマさんは別だよ。着いたわ。趣のある素敵な場所ね。景色も本当に素晴らしいわ。そう思わない？ここなら完璧よ。崖の上の方が少し突き出しているわ。先に行って向こうで会いましょう。一人で大丈夫かって。あ、心配いらないわ。はってでもたどり着いてみせよ。ヘビだからはってでもって。ジョーキンでね。さあ、それでは笑いも交えて進んでまいりましょう。自然との調和、先に行って待つ前にキャッチュ。私のハサミは世界一。本当にちょっと心配だよね。でもヘビって結構いけるからね。崖でサマーと話す。じゃあ崖までちょっと行っちゃいましょう。この子、あー、そういうことか。ここでこの先にあるんですよ、あの火薬能力を使わなきゃいけない場所は。そのことをサマーさんは言ってたのか。これちょっと採取をさせていただきながら、こうね、ツルハシがね、めり込む音ですよ。ハイゲツ、ジェンバンガー。こっちのことじゃ
っちのことだったー。ちょっと待ってー。一回、一旦こっちがしよう。そう、細かい音までね、楽しみ。一旦追加して、ちょっとサバさん、ちょっと待っててね。そう、もうね、洞窟の中ですっていうのも、もっと筋というかね、ビブラフォンとか、そういう音もね、聞こえます。ちょっと、ジョーっぽい、ジョー、なんとかジョー、フンブリンがやってるなんとかジョーの人。よいしょ、おっ、やばっ、収集不足だ。おっ、あー、やばっ、びっくりしちゃうね、ダブテル。限界ですか。あー、なるほど。あー、やっぱり、はい、私のゲーマーセンスが何かあると言っておりました。ヘマタイトをゲットした。いやー、いやー、見つけちゃうんだよな、こういうの見つけちゃうんだよな。はい、いやー、やっぱ見つけちゃうんだよな、こういうのな。申し訳ないっすね、なんかサンダーさん、申し訳ないです、本当に。まあ、見つけた時だけこうやって言い切りますけどね。サマーさん、どうしたの？聞かせて話。気づいてると思うけど、この授業はちょっと特別よ。これまでは植物や作物の正しい育て方を教えてきたわ。今回は正しい人の心のケアについて学びましょう。前者は日光や音楽がその役割を担ってた。後者は瞑想を行うことで心身を整えられる。だからあなたをここに連れてきたのよ。この岩を見て、意味があって祀られているものよ。強力な波動がこの一帯に流れているの。確かに奇妙に思えるかもしれないわ。オカルトっぽいかもね。騙されたと思ってやってみて。まずはじめ、私の隣に座って、こんな風にね。すごい、なんか蛇でこうやって禅を組んでいるっていうのを表現できるってセンスあるな。いやー、ちょっといいっすね。どうしたんだ、自然と調子。大きな石の前でサバーの隣ですよ。ああ、おー、ダフォデオ、ダフォデオ。メソはね、ステラ、一体性を保つものなの。一体になって一つになる。初心者よく、メソは無の境地の追求だって感じがするけど、心は決して空っぽじゃないわ、ステラ。それって飼いならせない危険な獣なの。荒々しいのに優しくて、愛情深いのに破壊的で、憎しみにあふれ、好奇心に満ち怯えている、すり減った神経の塊なの。ドラゴンのように抑えが効かない、自由に歩き回らせないとダメ。そう、心は縛りつけてはいけませんよ。皆さんも、怒りたいときに怒り、泣きたいときには泣き、笑いときたいときには笑う。これがストレートな心、あり方。父はね、不毛する生き物とも暮らしていたの。多分、化け物と。ね、可愛さの中に心を整える。父はそれと戦うことをまあ選び、力でねじ伏せようとした。暴力の助けを借りて屈服させ黙らせようとした。無が全てを解決すると父は考えたけど、ドラゴンは支配できない。結局父は壊れてしまったの。
ままだ。あなたの心をさまよわせて、ステラ。怯えた子猫にそうするよ。優しくね。まずは草の匂いを嗅がせ、髪を撫でる風を感じさせて、背後の石から放たれる熱や、リズミカルに打ち砕ける眼下の波を、心に全てを貫かせ、自分をその中に溶け込ませて、ゆっくり、深く、全てと一つに一体になる。けどそこにあり続けるの。依頼を進めた自然との調和。さてと、何か、そうですね、大事な何かを気づかせてくださるような、そんなサマーさんの素敵な授業でございました。不当でサマーと話す。いやー、そう考えるとこの石の前もとても感慨深いものになりますね。日本っぽいですよね。ちょっとね、ちょこちょこ鳥っぽいし、こちらもしめ縄っぽいし、なんかこの大草のようなこういう髪飾りもありますしね。これはどんな世界観を用いてるんでしょうか。ちょっと東洋に関係するような禅の意識も感じますね。やはりスピリットペア、魂の話に関してはいろいろなものを交えて考察して作り上げているかもしれませんね。さあ、幻想的にサマーさんの布団へ到着。ごめんなさい、お待たせしました。ちょっと禅しすぎちゃったねえ。素晴らしい時間を体験させていただきました。何時間もいっちゃった？ごめんごめん、時間忘れちゃった。足を伸ばさ、ヘビなのに足って打足だね、それは打足って、はっはっはっ幻覚を見た。なるほど、あなたもスピリットフェアラーだものね。この世界の神秘的な力はスピリットフェアラーに不思議な影響を与えるの。そういった力が流れている場所が他にもあるはずよ。見つけたらその場で瞑想してみて、さまざまな幻覚が浮かび上がってくるはずよ。あのね、あなたがあそこにいる間考え事をしてたの。次の授業の準備をしようと思ってね。まだまだ教えることはたくさんあるわ。考えられなかった、心が落ち着かなくて。実は私も見たのよ、幻覚を。天からの贈り物ね。ドラゴンを見たのよ。ゆっくりと私に近づいてくるのを感じたわ。ドラゴンに丸呑みにされる前に成し遂げなければならない偉大な使命があるのかと思ったわ。でもそのドラゴンはほとんど動かなくなってしまったの。ドラゴンの幻覚を見るようになってから大仏は無視し続けても私のためにならないと思うの。それはそうと、そろそろ行きましょうか。依頼を達成、自然との調和。ドラゴン、あなたのお父さんが飼っていた心の中のドラゴン、もしかしたらサマーさんの心の中のドラゴンがクォーツドラゴンとしてこの世界に権限していたのかもしれませんね。おっと、どうしたの風太くん。下準備は済んだから、次はしっかりとした土台の構築に取り組もう。繊細で壊れやすい作品をさまざまな要因から保護する専用スペースを設けられると理想的だ。しかし館長が快適に仕事ができる事務所も作らなければならない。それから待合室、受付倉庫、土産店も必要だな。あれはなくてもなんとかなりそうかな。え、欲張りすぎ。何を言うんだすってやら、どれもこれも必要不可欠なものばかりだぞ。幸い私は分別のある人間だから、スペースが足りないのは理解しているよ。だからその問題を解決するための多目的スペースを考え出したんだ。さて始めよう。鉛筆を持ってよく聞いてくれ。
画廊とは芸術作品を展示しつつ保管するという矛盾した空間といえる。建築はいわば自然がに人類が自然に打ち勝つという最初の現れであり、それゆえに理想的な画廊には神殿のような顔よ、ステラ顔。それがしかこのニューバウハウスがエルトリア建築をそもしそうに統合した理由の一つとなっている。さあ、今の話を全て書き留めたい。要点をかいつまで解説してあげても構わないよ。解説をもう一度に言おう。まあ、どうしてもというなら君に任せるよ。I say no! Don't touch me! どうした？お腹減ってる？ OK、分かった。何食べるかな？鳥でしょ？一応ポップかな？は？おー、ちゃーっいいね、これ。じゃあ、君とのハグはどんな感じだい？はん。はん。は。なるほどね。はいはいはい。貴重品をくれるだと。すごいな、素敵やん。さてと、どうした？あ、お腹減ってるの？じゃあ、焼き魚どう？あ、その前食べた？え、じゃあ、粗食的なものは何だった？怪しい料理とか作ったことあるよ。伝統的これ。はい。早く、うん、でした。あ、お腹減っちゃうね。ちゃんと、あ、刺激物ダメ。ごめんね。ごめんごめん。ごめん。じゃあ、これ。あー、そう。あー、あげたっけ。ごめん。ちょっと記憶が。あー、今日です。あー、ダメ。あー、ごめん。癖が強い、ダメね。癖が強くなくて、健康的。あー、よかった。野菜だよね、やっぱ。野菜大好き。ね、あ、はい、よしサマーさんからもいろいろな彼女に楽屋を味わってほしかった。家中が愛で満たされ、彼女を包み込むはずだった。だけど私は間違っていた。信じられないほど彼女が私と住み始めると庭の収穫量は10倍になった。すごっ。なんでそんな、なんかヨガスティックな感じですごい癒しパワーを。はあ、やっぱりお互いね、女性同士だけれども一緒に住むことを選んだんですね。この作物が実をつけそうかも分かっていた。一度彼女が夜中に起きて傷つきやすい花にカバーをかけているのを見たことがあるわ。次の朝には突然の寒気が痛みを襲った。ああ、緑の手の持ち主ね。あれありますよね、作品にも。アニメにも扱われたことがありましたよね。次の朝には突然の寒気が一体を襲った。彼女に知識は必要なかった。私の小細工も必要なかった。チャクラも宝石も歌も彼女自身が宇宙に開かれた門のようだった。その力はこの世のものではなかったわ。そして最後にドラゴンが現れた時、私はもう何も恐れていなかった。ああ、ドラゴンが現れたという話をしておりましたね。さてと、それではサマーさんの話が風雲急を告げそうな、そんな流れになっておりますが、今日に関しては良い時間になってまいりましたので、今日に関してはこちら配信を終わらせていただきたいと思います。ですね、今後何をしていきましょうかね。まず作業台ね、
作業台を作る、フライドチキンを渡す、果樹園を作る、これはね、ちょっと材料ないんでまだ無理なんですけど、オルガの妹、マーシャを見つける、マーシャを見つけるまでやった方がいいのかな、今日どうかな、僕的にもやりたいところではあるんですが、ちょっといっぺんマーシャさんのところに行かせていただいてよろしいですかね。ちょっとまた長丁場になっちゃいます、申し訳ないと思いますけど、どこかな、ま、誰、こうちょっと行ってみていいですか。あーこんななんね、あの時間がやばいという方がいらっしゃったりしましたらですね、あの正直こちらあれあれなんで、あのアーカイブにも残させていただきたいと思います。そしてね、この裏の作業とかも今後は録画配信とかもねさせていただけます。ああありがとうございます、楽しんでございます。ああそもそも、ああすごい器用だよな、このままこのアストリッドさんの物語はどのように進んでいくんでしょうか。ジョバンニ、そしてマーシュ、いろんな方とのつながりがさらに出る。果たして本当にジョバンニのことを教えてくれるんでしょうか。あまり仲良くないという話も聞きましたね。さあマートハタとジャバオキュー毛も刈りつつ、おいイエッゲッチュ。さあスピリットフェアの世界が今後どのように紡がれていくでしょうか。夕焼けとともに料理を作りながら考えていきたいと思います。牛乳、まあポークをなんとかどれかできないかな。ポークチョッパーもう作ったんだよね、これどうだ。ノー、また見えないとこでアイスブレイクして、アイスブレイカー一回でもちょっと収めたいとこですね、アイスをブレイクする瞬間。さてと、マーシャさんのところではどんな情報が聞けるのか。そしてオルガさんとは違ってマーシャさんも、まあ、ウミガメのようでございますが、マーシャさんはオルガさんのようになんかいろいろ育てる不実望をお持ちなんでしょうかね。はっ、なんだこれ、はこれ君か、あ、グウェンさんがいないからだ、クラゲのことに対してグウェンさんがいないから。ステラ、聞こえるかい、これは音楽、オルガン、弦楽器か、心を揺さぶられる、陰鬱で神秘的だ、なんて美しいんだ。ステラ、音楽を演奏しても構わないかな、演奏させてもらえるとありがたいよ。はい、どうぞどうぞ。音楽に身を委ねるんだ、感性の赴くままに動くんだ。え、どうしようと、どうしよう、すごいバイオリン的な感じだけど、これもしかしてクラゲさんと同じような感じで来るのかな。あー来てる、なんだファイアグロ、あファイアグロ、あファイアグロだ、ファイアグロ、ファイアグロ、ファイアグロ欲しい欲しい、ちょ待って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 、すごい多い、答え答えのファイアグロ、うわすごい来てる、うわうわいしょ、でもクラゲさんと同じような曲が流れておりますね。ああ、ちょっと待って、そのファイアグロ、ファイアグロちょうだい、ファイア、ああそんな上下に動く、ああ鈴が来てる、うおー、ピコピコなんだ、かまじい、エンコード殺し、これがエンコード殺しでございます、エンコーダーが死なんとしている、まさに、うわ、逆にスイッチの方が音を上げてるのではないでしょうか。ファイアグロ持ってくれ、はいはい、よっしゃこれはすごいぞ、かく
よし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 よはい、あーびっくりした、忙しかったなー、もうよし、ファイヤーグローが取れたということはあれですよ、客室をあれですからね、あれできますから、あれあれもんのあれよ、ちょっと飾りつけてグッドなオブジェクションを作られますよ。確か改良であれをこれでファイヤーグロー、 あれファイヤーグローいっぱい取ってます、ファイヤー得たアイテムがどうなるのか見てみましょうか、あーそういうあれをこれしてそうしてドゥしないとダメなんだ、あーなるほどなるほどね、じゃあこの動けないとちょっと皆さんにダフォディルのちょっと歌を聴いていただいてですね、ちょっとこの朝までちょっと一緒にダフォディルの歌に酔いしれたいと思います、今度もしよし、グメンさんのコーヒー豆を手に入ったことだし、次は、ファイヤー、ここじゃなかった、ここじゃなかった、あちこ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 ちメロメロよ。ダフォディル、こっち、もう一回、もう一回、アンコール、アンコール。いいね。ナイス、ナイスダフォディル。ダフォディルいいよ。いいよ、いいよ、いいけ、いい感じ、いい感じ。なんのこっちゃですけど、いやできたぞファイヤーグロー、はいファイヤーグロー2つ、あー2つか、2つだったし
な。ちょっと一回植えて、あとでね、作れるようにしておきましょう。ソーラン節かな。よしよし。リズム系苦手なんでね、ちょっとね、イオン雑も申し訳ないです。ではちょっとね、引き続き。マーシー？あれ？マーシー？あれ？クワマン？あれ？誰のところにバットに行く？ふマーフィン？あれ？マーフィン？エディ・マーフィン？誰のところに行ってる？これが、マーシャ！マーシャのところに向かっておりますよ。はい。マーシャでしたね。はい、さあそれでアイスブレイクはもうしてありますよね。朝焼け、まさにどう。おはようございますアリスさん。ああそうだ、ベル鳴らしてなかったね。皆さん、新しい朝が来ましたよ。希望の朝ですよ。喜びに胸を開いて青空仰ぎましょう。お、なに、なんすか、なんすか。え、なに、アップルパイ、フィッシャーマンズパイ。わー、ありがとう、アリスさん。あ、おはよう、ストリートさん。あ、鉱石、あら、ありがとう、もらっときます。素敵やん。はいはい。ね、こっちもね、ジョバンニに合わせてあげるからね。アトルおじさん会ってないな。アトルさん、おはよう、豆子。お腹空きすぎ。じゃあ分かった、じゃああなたの大好きなポークチョップ。ポークチョップ、ポークチョップじゃないかつて。驚いたよ、まさかこれを食べれるとは。信じられない。私の大好物なの。イエイエイエイ、ワン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 、イエ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 イ。本当にありがとう、嬉しいよ。サバイバルダンス、よーし。今すぐワンバーレルのフライドチキンを食べたいな。食べとるやん、ポークチョップ食べとるやん。もうね、皆さんの声真似をすると私のね、声優力というかね、声真似力がガシガシ上がってる感じしますよね。さあ、それではここにたどり着いた。ああ、この音楽はオルガさんと同じ音だ。ああ、ストリートさん。読んでたね、ごめんね。実はマーシュと私はそれが合わないんだ。彼女の口の軽さは筋金入りだよ。しかも話が全然面白くない。そうさ、私はよっぽど立ち悪い。私は人の生活を壊して喜ぶなんてことはしない。そんなのはありえない。まあとにかくここはちょっと演技が必要な場面だね。私の女優っぷりを見ててごらんよ。どうぞどうぞ。よし、マーシャ、また会えて嬉しいよ、ばあさん。思ってたよりも早く引退したんだな。調子はどうだい。おやおや、アストリッドじゃないか。今日はやけに礼儀正しいね。オルガに言われてきたのかい。何か頼み事があるってわけだ。悪いけどスカーフのことなら最後に編んだやつは山に住んでるいい男にあげちゃったよ。あ、編み物をしてるって人言ってたね。よかったら冬用の靴下ならまだ残ってるけど。それはありがたいけど、今は必要ないよ。気持ちだけ受け取っておく。ここにいるステラが船に乗せてくれて、船に立派な家を建ててくれたんだ。今はこうして一緒に船旅を楽しんでる。この素敵なお嬢さんのおかげで不自由なく暮らせてるよ。実は情報が欲しいんだ。ジョバンニについて何か知らないか。バカみたいだけど、別れた怠け者の夫を探してるんだ。オルガの手紙にはマーシャが居場所を知っていると書かれてた。ああ、知ってるよ。でもアストリッド、私が世間話をするつもりがないのは知ってるでしょ。オルガは好きだけど、私はイリナのことすら話したくない。いい、絶対に話さないから。
ブロックウッド卿に庭園で奥様が彼のいとこと一回してるのをうっかり話してしまった時のことを覚えてる。もしくはフレデリック夫人が私に会いに来て海外に愛人がいるって秘密を打ち明けたことは知らない。そうよね、誰にも話したことがなかったんだから。ああまあじゃあ確かにそうさ。でもラングトン卿とラングドン夫人がくじけんたしたけんはどう思う？誰かさんが口を滑らしてラングドン卿の愛人のことを夫人の付き人に話したせいだろ。それからボビーが飼っていた通りのザカリアが殺されて、その犯人がボビーが偶然見つけたけんは、ああそうだ、ガードナー夫人が隠し持つた高級酒をさりげなく暴露したせいで起きた騒動の件は、例を挙げたらキリがないよ。でもそれとは別に彼はどこにいるの？ああ、分かったよ。ローンバーグにいるわ。誰かと付き合ってたみたい。詳しくは知らないわ。最初からそう言ってくれればいいのに。教えてくれてありがとう、マーシャ。その額の大きさ並みに心が広いね。話してくれてよかった。このまま忘れない。もしかしたら数週間後に上質な毛糸が詰まった箱が一つや二つ届くかもね。それと、ステラも頼みたいことがあるみたい。またね、マーシャ。顔を見たらいいやつ。さっさと離れよ。ローンバーグの目的地を発見した。あらまあそんな感じ。じゃあこれはオルガさんと同じようにここに素材を植えることができるようだ。ちょっと今枯渇してる素材としては鉄鉱石と、これちょっと合わないとねすぐこれ作ってくれちゃうから、鉄鉱石と、あとねっギスギスのね、物騒な湯戸端会議。まあなんか皮肉の言い合いってとってもなんかイギリスチックですね。皮肉を言い合ってなんぼみたいなとこもあったりとかする彼ら彼女らなんでね。鉄鉱石全部鉄鉱石。おっステラ、ちょっと待ってね。はい、でした。ごめん、もう終わった。大丈夫、じゃあね。じゃあさよなら。はい、よし。じゃあ皆さんがお付き合いいただける限りはちょっとやりたいと思うんですが、とりあえず新しい子、おや、アスリットさんか。上機嫌、フィルソンナイス、いいねこの曲本当に。CM だよな。ああはい、ごめんなさい。ペラペラとよくしゃべる。本当にろくでもない。いや、彼女の話はもういい。ここに連れてきてくれてありがとう、ジョージ。それで、ジョバニはローンバーグにいるんだね。彼は冬が苦手なはずなんだよ。とにかく探しに行こう、お嬢ちゃん。ねえ、おじさんご機嫌でね、いいよね。いやー、ローンバーグ行きたいなー。ローンバーグ行こう。いいなこれ。フルーといいなー。おー、どうした。あ、お腹減ってる。なんか好きな食べ物あるかな。焼きサラハン。お茶っぽいね、好きな。ねえ、音色が素敵。やっぱね、やっぱ生の素敵なね、そういうのにはかなわないとは思いますけれども。おや、あ、スーザンの靴が。ローンバーグ、ここか、ローンバーグ。じゃあちょっとローンバーグに行ってストーリー進めたらそこで終わりにしましょうね。ちょっとごめん、辛抱たまらん。行きましょう、ローンバーグ、レッツゴー。ああもういろいろ聞こ。
あ、なるほどね。フクロウだからね、魚ね。虫与えたらどうなるか、虫。ゲゲッ。ああ、気持ち悪い。ああ、気持ち悪い。いいね、ポークショップあげたから機嫌良くなったんだな。フライドチキンもいつかあげるからね。でもね、配信の時にね、少なくとも少しでもいろんなストーリーを進めて皆さんと一緒ね、垣間見て、で裏でいろいろあげるからちょっと待っててね。もうこの足ダバダバよ。テンション上がりまくっちゃってる感じ。さっきのあの座禅って組めようかな。ね。やっぱスイングしている吹奏楽っていいですよね。結果出せる音階なんて指で押さえたものっていう風に、ただそれを言ってしまえばそれで終わりだけど。でもやっぱ音楽ってのは人を楽しませるものですからね。ギターとかの弦楽器のように圧倒的な技術力っていうよりも、その人本人の肺活力が問われるもの。おお、どうした？寒気がする。どうした？嘘。あれこれあれじゃない？部屋におこもりする流れじゃないこれ？わあやばい。あーっと、ここに進んでしまいました。前回のグエンさんもいろいろやることがあると言って部屋の中に入ってしまいました。ああ、まだ入れるみたいです。ああ、でもお疲れの様子。へえ、いやー、次回なの？フィードラマ社からの手紙を。あー、また間違えた。あー、動揺が。あれ、フィードラマ社から手紙か。定期宅配便じゃなくて。あれあれ、ローンバーグを発見。サマーさんのそれは一末の不安を残しますが、一度ねローンバーグに行って、そのローンバーグに関して確認。これは何たる。おい、あ、どうしたの。ハン、あーと、あー、貴重品くれる。あー、古いカーペット。お前、古いカーペット私好きだと思った。心外だわ。さあ、アストリッドさん、ローンバーグ行ってみようか。着いたね。調べてみよう。ねえ、やっぱ楽器使ってくれるとなんかテンション上がるな。なんでしょうね。音ってやっぱ人を癒すだよね。歌もそうだよ。おっと、情報型、情報量が多い。探すよ。でもアリスさん何してんの。あ、食材。あ、食材ね。楽食会で顔がつやのジョイント企画限定の目的地です。バカンスいる商品。マジか。クラスさん以外がちょっといらないもの売るわ。ちょっと待ってね。貴重品、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 貴重品。あれ、貴重品ない、ね、貴重品拾ってないんですね。おっと、なんだあのモニターは。おだ、お、ジョバンニ、お前はジョバンニだろ、分かってるぞ。いい
違う。なんて可愛らしい子なんだ。ああ、君はピーナッツちゃんと呼ぼう。ピーナッツパイみたいに可愛いからね。え？ジョバニーって名前の人探してるって？ははは、可愛い子ちゃん。それぐらいじゃ私は驚かないよ。私を探さない人なんていないからね。私がジョバニーだ。ジョバニーレオネフォルミダビーレ。こういったはなんだけど、君はちょっと若すぎるかな。え？アストリッドだって？君が持ってる船に乗ってるのかい？わかったよ。すぐに行く。おーっと、早い早い。話の展開が早すぎる。ついていけません。あーっと、とりあえずね。あー、この島のこの、バンジョーでしょうか。この音楽もいいですね。新しいレシピを発見。ビーフフォンデュ。牛肉店に入ってないんだよね。登りたい登りたい、いや登りたい、はい。彼が何だってまったく、いつもこんな調子だ。本気なのか、やけそうになってるのかも。とにかく戻ろう。依頼を達成。質素な住居。序盤にやっと。もうでもそうなの、これ何、これ何、これ、え、こんな現代地区なの？魚、安い、うどん、これ、太陽、家、これが、ひらめいて、この景観で、魚、何なんだろうな、わかんねえな。ちなみにこれ何言ってる？一瞬、一瞬。あっ！とは他の種だ。お金があまりない。おっと、ワイヤーロープ。手に入れてなかったものがたくさんある。落ちてしまう。金がちょ待て、手持ちを増やさせてくれ。最後、あー、ジョバンニ。いやー、ジョバンニに会ったショックとは、彼がいる。待ってても始まらない。せら彼を迎えに。ヘイヘイ、ピーナッちゃん。チカチカチェックです、チカチカチェックです。気をつけてください。ムファサ、ムファサ、リメンバー。スカーか、ビープリペアか。アストリッド、アストリッド。見ての通りさ、君は相変わらず美しい。アストリッド、君を探していたんだ。どこを探しても君は見つからなかった。アニ、君のいない人生は空虚だ。空気はまるで塵のよう。足元の地面は揺らぎ、星々が空から消えてしまったかのようだ。それに私の背中を描いてくれる人もいない。ああ、孫の手を買ってしまったほどだ。絵が木製で先端にプラチック製の手がついてる、あれだよ。やめて、ジョバンニ。あんなことしておいて。でも、よくそんなことが言えるね。でも。ウォーカーです。ダメンズウォーカーがいます、ここに。約束できる、ジョバンニ。ああ、もう、なんでしょう。ダメですね。
ダメない感じ出てますね、うん、すごいね、この顎だけ差し向ける感じね、うん、ああ、うん、もちろんだと、うん、いやー好きなタイプだわ。君にプレゼント山ほど送り、二度と他の女性に色目を使わない。いや無理でしょう。ダメだこれ。これダメだ。ジョバンニのことジオって言っちゃったよ。もうダメだこれ。ああ。あれだ。でもまだ完全に許したわけじゃないからね。あらら。ダメなやつ。そうっすねー。ああ読んじゃった。ああ。ああ、ユーゼント。ああ、ストリットさんよりもユーゼン。ハイエナの知恵などとまるでイボイノシシだと言わんばかり。はい。そうですね。ああ、はい。いやー、もう、うん。はい。いってらっしゃい。心なしか、ちょっと、喜ばしそうですもんね。嬉しいくせにー。だよもう。もう完璧ダメじゃない。あのもう先だよ、先に行ってるよ彼。ほら彼はおーっと根っこの生えてない根なし草的な、ここまで悠々自適に入れるものか。大前自弱とはこの言葉だ。おっとアストリッドさんの寝顔も心なしか心安らいでいる。このためのソファーだった。今この瞬間この時このための旦那ヤドロクを済ませるためのソファーだった。なんてことでしょう。アストリッドさん元からだった。いやどうですか解説のダフォデルさん、ここまで綺麗なゴールシーン見たことありません。素晴らしかったですね、ここまでの手のひら返し。ダフォデルさんどうですか。関係ない、関係なかった。朝を迎えてしまった。夜通し血は喧嘩にかかっていたら朝を迎えてしまって、そして風太くん早起き。いやいろいろありましたが、おっと新しい、あっ、って、いやそれでは皆さんお付き合いいただきありがとうございました。いや驚きのジョバンニさんを迎え入れることができましたが、ジョバンニさん私にオボルを払っておりません。無賃乗車です。無賃乗車が払ってしまった。さあサマーさんがグウェンさんと同じように部屋の中に入ってしまい、これからちょっと次の回はサマーさんとの何かがあるような予感がふつふつとしておりますが、今日のところはここで終わらせていただきたいと思います。一応ですね、明日は火曜ですよね。明日もですね、このスピリットフェアラ配信させていただきたく思っておりますので、お時間ありましたらぜひこちら付き合っていただければと思います。サマーさん、いろいろな禅を組み、いろいろな教えをしてくれた素敵な教師たるサマーさん、そしてサマーさんと一緒にいた女性、配偶者たる女性の方たち、それがねどのような終わりを迎えたのかというのが明日わかるであろうと、いうそんな流れで今日のところは終わりにさせていただきたいと思います。それでは皆様、もしよろしければこちらの動画高評価していただければと思います。で万が一これがね誰かの目に触れると限りません。高評価多いじゃん、見たいなって思ってしてもらえたら、まあ2時間という長い時間でございます。なかなかこのライブ配信ね、ただ単品で丸々見ようという方もね、なかなかいないと思いますが、何が流行るかわからないこの時代、スピリットフェア
素敵な世界観を皆さんと過ごせたこと、私はとにかくそれだけを喜びに思っております。それでは明日も素敵な時間を過ごさせていただければと思っております。皆様おやすみなさいませ。ごきげんよう。 This program is provided by Hariga Networks。 それでは皆さんおやすみなさい。明日もお付き合いできる方ぜひぜひ見てくださいね。ありがとうございました。ダホデルおやすみ。ステラもおやすみ。じゃあねー。